花、やや遅い時期やデクサシジアムバックシフォーリアムフク、イヤーンは、太もも科に属する樹木。小さな艶のある葉を耐性させる。常緑性の小高きで、樹高は10から15メートル、計30センチメートルに達する。全株無毛。樹皮は、赤褐色で、輪ペン状に剥げる。小枝は細く、その断面は四角になっている。葉は耐性で、 二から五ミリメートルの傭兵があって、長さ一から三センチメートル、幅一から二センチメートル。傭身は楕円型から長楕円形、時に、東卵状楕円型で、角質、先端は鈍く尖るか丸く、基部は、くさび状に細まる。主脈は、表面ではくぼみ、裏面では突出する。側脈は、うじょうに多数あるが、あまりはっきり見えない。下記は5から7月。は、 茎の先端化溶液から出る、塩水状の三膀花序で、長さ2から4センチメートルで、少数の花をつける。花は白で、計3ミリメートル。額は、等塩水型で、長さ3ミリメートル。花弁は4枚あるがすぐに脱落する。おしべは、多数あって、長さ3から4ミリメートル。液化は、休憩で、紫褐色に熟して、径は、約7ミリメートル。 和名は、沖縄方言に由来するようで、沖野選ぶ島から、八重山列島にかけての各地で、アジカ、アジク、アディク、アデク、アドークなど、類似の方言名が知られている。材が固いことから名と俺の地方名も知られる。日本では、九州南部から薬島、種子島、および奄美大島以南の琉球列島に分布する。国外では、台湾、中国南部、ベトナムに産する。 松林や椎林などに生育する、乾燥した地域に多い。太もも族は、アジアからアフリカ、オーストラリアに渡る地域に500種を要する大きな族である。その中で、日本に分布するのは、本種ともう一種以下の種があるのみである。本族のものでは、もう一種太ももエースジョンボースが、薬島ナ南の琉球列島で野生化しているが、これは、 長さ2 0トルにも達する大きな葉を持つ、庭園樹や盆栽としても用いられる。材は和柄材に公的で、太いものは床の間の装飾用柱材として使用される。以下、記載は主として、佐竹ほか、p 十七初島、p 四百三十六初島、P436 四アマの P127 百佐竹ほか、p 十七池原、p 百三十アマノ、 P127 佐竹ほか P97 アマの P127 ありがとうございます。